いい年だったんじゃないかなと思います。あの、まあ、例えば、レコード、自分がね、音楽活動やっていく上での、そういう部分では、まあ、あの、一番嬉しかったのが、アルバムがね、あの、1位獲得できたっていうのが一番嬉しかったですね。あーアーティストとしての評価、ね。アーティストとしてはアルバムがバーッと売れたのが嬉しいよね。嬉しかった。うん。それと、まあ、あとは嫌なところではね、ちょこっとこういろんな、まあ、抽象があったりしたんだけども、でもやっぱりずっとね、コンサートやってきてね、結構あの時期ってのは落ち込んだんですよ、もし自分が。あ、そう。あの、中傷があった時にいろいろと、もうめっきり落ち込んだんだけども、それからずっと全国回ってね、やっぱりみんなのその、頑張れっていう声がものすごくやっぱ支えになりましたね。それは。それでやってよかったって感じですね。だからなんかあってね、例えば落ち込んだ時があってもね、それが発奮材料になって、よし、俺やってやろうみたいなね、ものに結びつけば一番いいと思うんだよね。そういった部分で俺がステージやっててよかったなとつくづく思ったことはなかったですね。こんだけ。というわけで今日はですね、はい、今年の6月18日、渋谷公会堂で行われましたライブね、これからお送りしたいというふうに思うわけですけども、はい、今年は非常にまあ、そういう意味ではこう、発奮材料にもなったし、まあ比較的こう、アルバムなんかも売れたり、シングルヒットもあったりして、いい年であった。さて来年、まあ来年ね、もうそろそろ新しい年が来るし、鬼もあらねえんじゃないかという感じがしますんで、来年どういう年になるかしら。まあ、来年は、まず早速ね、来年年を明けてね、あの、9日にあの、ライブアルバムを作るんですけどもね。あ、そう。コンサートをやって、それを主体に、まあ、今までの、まあ、今年のね、ずっと春と秋のコンサートツアーの中でテープ回したりしたんでね、その中で、まあ、いいところをピックアップして、それを、まあ、ライブアルバムとして収めようと。で、デビューして2年間ずっと、ギター1本でやってきましたからね、その集大成としてのアルバムを、出したいと。年明けて発売が多分ね2月の末ぐらいになるんじゃないかなって気がしますよね。だギター1本ここにありってな感じでレコードもアコースティックのみでやろうということでね、意気込んでますけど、それにかけてますけど、ね、今ねそのアルバムもねまた1位を取るっていうのはね、そうね、そうなるとね、まあ、もうバンバンしい嬉しいですけどね、ね、嬉しいゲームという感じがします。それじゃあ早速ですね、6月18日に行われました渋谷公会堂のライブからお送りしたいと思います、はい。